こえません、何も。外の声は聞こえるけど。はい。もんちゃん、聞こえる？聞こえません。聞こえないでしょ？聞こえません。こんにちは、ゆいです。今日は我が家の20年使っているインターホンが壊れましたので、新しいものに変えたいと思います。まあ、初めにね、見てもいただいてわかると思うんだけど、こっち側の外側の声は私たちに聞こえるんだけど、逆私の声が配達員の方に聞こえるんだけど、配達員の方の声が私たちに届かないという感じで、うん、誰が来たかわからない、わからない顔しかわからない。そうそうそう、だから少し不便だなということで購入したんだけど、実はね、こんなね、動画始まってすぐに言うことじゃないんだけど、今朝お父さんがもうね、新しいインターホンに変えちゃってたの、うん、あー動画撮りたかったのにっていうことで吸ったもんだって、うん、今ね、完璧に壊れた状態のインターホンにまるで変えたの、また元に戻したの。だから実はこれってもう開いてるしもうね、実は初期設定も終わってるし、一度つけたものをまた外した状態なのよ、はい、なので細かいビニールとかは全部もう取れちゃってるんだけど、まあ、一応こういう風につけますよとか、つけた感じはこうですよっていうのをレビューしたいと思います。よろしくお願いします。言ってくれればいいのにさ、なんか朝起きた時にはもうついてたのよでもそんなすぐ戻ると思わなかったからさ。はい、こちらがね、Amazon でベストセラーだったの。まあ実はこれもお父さんが見つけたんだけど、価格はねセールで11,000円ちょっとだった、まあ、12,000円ぐらいだったかな。でこれのすごいところはワイヤレステレビドアホンだから、ね、もんちゃんが初めに撮影した黄ばんだモニターあったでしょ、うん、あれって壁付けじゃない、うん、じゃなくてこの子機が例えばもう、1階に行ったり3階に行ったりトイレに行ったりどこに行ったりとこの子機をね、電話のように持っていけると、うん、まあ、そういうのが多分特徴なんだけども、早速開けてみますね。こんな感じでね、iPhone っていうんだね。そうだからこのね iPhone っていうのを Amazon で検索すると iPhone 出てくるからiPhone ワイヤレステレビドアフォンってやると出てくるから、まあでもね、インターホンの会社の中では大手なような気がする。で肝心の本体がこちらね。でもちょっと電池入っちゃってるんだけど、後で外すんだけど、ネジで止まってて、うん、単三が6本必要、はい、でこれも本当はニッケルがいいのよ、うん、これが呼び出し音なんだけど電池が入っちゃってるからで今アルカリが入ってるのね、うんうん、でもあんまり推奨はされてないの、うん、だから本当はその容量が大きい電池を入れると、まあ、最長2年持ちますよっていう感じなんだけど、まあ、実際アルカリでどれぐらい持つかは試してみようということで、はい、今ダイソーのアルカリの電池が6本入ってます、はい、でこちらが充電する、こういう感じだね。そこにこちらが子機ね、うん、これももう充電されちゃってるからこうスタンバイの状態なんだけど、うん、まあ、今これを、これかこれにつなぐと、うんうん、これね、うん、この後ろに穴があるから刺しますと、まあ普段こういう感じかな。で待機してると、うん、まあ、この付属品にこの説明書、それと、まあ、取り付け用のネジ、はい、ネジこちらのネジ、はい、はい、でなんで今これが開いてないかというと、うちの古いインターホンがついてるネジと今から取り付けるネジが共通のネジだから、うん、うちのお父さんはそのネジを使用したからこれが開いていないということです、はいはい、じゃあちょっとこの後ろ開けてみるね、うん、緩め終わって開けるとこういう感じ、うん、ダイソーのアルカリ乾電池が単三6本が入っていると、はい、じゃあ取り付けてみようか外でね、うん、これなんでここがねこんな壊れてるかというと、私がボクシー乗ってる時に運転席の扉を開けながら目視で後ろをチェックしてたの、うん、そしたらドアの先っちょがここに当たっちゃったの危なっていう感じなんだけど、ここは本来ね今お父さんがレクチャーを受けたんだけど、ここにネジが本当は1本はまってて、うん、固定されてるんだけど取れやすいようにって言ってここにのネジは今入ってないの、はい、本来はあると思う、うん、これをこんな感じで取るとね。でここに2本のこの
赤と銅色のこれをドライバーでまず取ると、うん、あ、怖っ。おお、オッケー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 。このネジって再利用する？うん。で、この状態になったらこの2つのネジを取ると、うん、でこれもね、ちょっと浮いてると分かる通りお父さんがあの雑にやっただけだから本来はもっとちゃんと固定されてると思うけど、でもね、お父さんに直してって言って15分とかそんなんで直さったから、うん、取り付けも同じぐらいってことよね。こんなさ、ガチガチな外壁にさ、ネジって打ち込めるもんなのね。確かに。でもこの同じネジ穴を使ってまたネジで固定すると。思ったよりネジが長くてね、苦戦しました。はい。で、これ使うの？これ使わないんだね。じゃあこれはあんま綺麗にしないで、じゃあちょっとこの周りをちょっと綺麗にするね。あ、ちょっとは綺麗になったということでこれがもともとついてたやつ、これが新しいやつ、うん、さっきの付属品で紹介し忘れたね、うんうん、これが一緒に入ってますから、はいはい、アップアップということで、まあ、こんな感じでネジ穴を合わせて、はい、でネジ入ってるんだけどこれをね再利用します。これを接続し直すとかと思いきや、これ使わないんだって。うーん、そりゃそうだよね、ワイヤレスなんだもんね。うん、これを、はい、こんな感じで下からこれを、おお、おお、入ってく入ってく。はい、取り付けが完成しました。やっぱあの、まあ、うちの動作が一回やったってこともあって、その動作がレクチャーを受けてるから、ほんと10分ぐらいで、うん、力もね、まあ、元のネジを抜く時ぐらい、そしてまた入れる時ぐらいで、うん、何もあの不便なくできました。呼び出し音はこんな感じで。はい、じゃあ、もんちゃん上行ってみて。はい。うん、はい。おー、いいね。声聞こえる？聞こえる。おー、はい。おー、いいね。声聞こえる？聞こえる。おー。顔映るようにしてよ。顔映ってよ。え？顔映ってってどういうこと？こう？あ、そう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 。角度合ってる？はい、合ってます。よく映ってます。なんかこのね、メニューで、うん、音の設定とかで、うん、いろいろな音量を変えたりできますね。すごいね。受話音量結構大きい気がしたから。え、いいんじゃない？まあでもいいか、うん、これでいいです。声が小さい人もいるかもしれないから。録画だ、うん、もできるね。うんうん、だから家に誰もいなかった時に来た人がいますよっていうことで、うん、後で見返せるから。あ、そういう録音、あ、これ前にやったやつだ。再生。音色はね、いろんな種類があるみたいなんだけど、まあ、うちのお父さんがピンときたこのままで変更しないでいって、で一応通信可能距離が約 100m 以内だから、まあ部屋のどこにいたって大丈夫よね。まあ大丈夫だね。なんなら家から出てちょっと近くの自動販売機ぐらいなら行けそうな気がするけどあと録画機能がついてるんだけど、確認したところ多分音声は出ないと思う。あ、ほら、画像のみです。録音はされません。あ、やっぱりそうなんだ。録画可能件数は自動録画、手動録画合わせて最大100件です。録画可能件数を超えた場合は古いものから、まああれだ、ドライブレコーダー方式だね、うん、やっぱしだから留守の時に録画されると。でも来た人を撮っときたい時は手動で録画してくださいってことだね。うん、でも呼び出しを受けた時だから留守留守じゃない限らず全部撮ってるよってことだよ。ああ、そういうことか、うん、読んでて理解してなかった。そういうことか、うん、じゃあ基本的だからもうあれだ、ドラレコ、ドラレコと一緒だ。撮ったら全部撮るよ、うん、はいはいはい、顔を覚えときますってことです。で、あの、ね、どんどん古いものかけされるよってことだね、うん、はい、失礼いたしました。でこちらこんな大きなものがもういらないので、
よくこんな黄色くなったよ、ね、ここにねシールが貼ってあってあの私気になって剥がしたらこんなことになっちゃってね。いくよ、ほらこう取れるんですよ。ほらで、このコードってさっき外につながってたコードじゃない、要はいらないんだけど、だからここを取って、でこの穴をね隠したら、これほら同じ方式じゃん、うんうん、ネジを取ってこれ取ると、うん、でここだけをどうしたって穴が開いてると、うん、そこで私は考えました。なんとこちらですこれをこの穴を隠すようにやればすごい可愛いお家になると思わない、ね、うん、このほらこんな感じよね、うん、なんかちょっとねこれを取ってみるね。ちょっと先にね周りを拭いてから、ちょっとねいろいろ格闘したんだけど、こっちはねすぐスッて取れたんだけど、これはどうしても取れないのね、うん、こう硬いのここが、うん、まあ推奨はしないけども、我が家の判断でもうハサミで切っちゃうことにしてました、うん、でなるべく根元から、あこれ切れないかもしれない、ペンチ、ペンチ、うわ来た、おーうわー、よしこれ、ね、どこかに電気が通ってるから、うん、本当はあのビニールテープが良かったんだけど用意がなくて、うん、ガムテープを巻いて、うん、これをね、まあ、今後使うかもしれないから、うん、ストンって落としちゃったら終わりなわけじゃん。そうですね、でもこれをかけたいじゃん、うん、どうしようかっていう、マスキングテープでここでやったってぶつかるよね。あ作戦としてはさっきのケーブルを紐で結んで、こうやってで落ちないようにして、その上からもういっちゃうよ、これ両面テープね、両面テープどう、まっすぐいいでしょう、まっすぐだよね、あ右がちょっと上がはい、はい、いい、どういい、いいじゃないでしょうか、いけいけ、行きましたできたいいんじゃない、いいじゃん、いいじゃん、かわいい、やった、よくモニターの置き場はここになりました、いい感じです。最後までご視聴ありがとうございました。皆様もインターホン交換してみてはいかがでしょうか私たちはとっても大満足でした。それでは次回の動画でお会いしましょう。さようなら。